白鳳丸は国立研究開発法人海洋研究開発、気候の学術研究船、東京大学海洋研究所が同盟船の大船として建造・運用した後、国立大学の独立行政法人化に合わせてジャンステックに移管された。1962年、日本海洋学会及び日本水産学会の権利に基づき、東京大学に 海洋研究所が設置された。翌1963年には、早速研究船として、丹性丸を建造したが、これは257相トンと比較的小型で、活動範囲は沿岸域に限定されていた。このことから、より大型で外洋域で活動できる、研究船が求められるようになり、これに応じて建造されたのが、本船の先代にあたる、初代、白鳳丸であった。 同船は1967年に竣工し、日本初の大型研究船として活躍したが、1980年代に入ると搭載機器や船体設計の陳腐化が指摘されるようになってきた。これに応じて大船として建造されたのが元船である。本船は1989年5月の竣工後、東大海洋圏の主力研究船として活躍してきた。その後、 2000年代の正域なき構造改革を背景として2004年には文部科学省所管の認可法人たる海洋科学技術センターから独立行政法人海洋研究開発機構への改編、また東京大学を含む国立大学の独立行政法人化と合わせて本線と丹生丸は海洋研究開発機構に移管されることとなった。ジャンステック移管後、 夜間の晴海不当に停泊する本線線形としては朝鮮首脳型を採用し、2層の全通甲板を備えている。また選手にはバルバスバウが付されている。仙台船では原用タンクが設置されていたが、甲板船有面積が広いために研究者から不評であり、相当数上の制約もあって、本線では線形やビルジキール以外の原、由来措置は講じられていない。 海洋研究所に所属する研究船であったため練習船としての機能を持たない研究船としては研究者の定員が格段に多い研究者食堂、部員食堂に加え航海の運航に直接携わるような数名の研究者と一部の主官が食事をするための部屋が存在する研究室は10室あり番号で1件、2件と呼ばれる仙台船では 静音性を重視して、純電気推進が採用されていたが、このために高快速力は12.67ノットと、比較的遅く、移動時間のために観測時間が短くなるという、問題が指摘されていた。このことから、本線では、通常航行時は、ディーゼルエンジンに推進機を直結して構想し、静音性が必要になる観測作業時には、ディーゼルエレクトリック方式で構想するという、 カットロット方式が採用された。これにより、高快速力は16ノットに高速化され、同じ行動日数でも観測時間の延長が可能となった。主機関としては、ダイハツディーゼル製 6DSM-28N ディーゼルエンジンが採用されており、これによって、推進発電機2機を駆動する。推進機としては、ハイスー型の4翼可変ピッチプロペラを採用した。 また精密な操船が必要な場合に備えて、バウスラスター2機とスタンスラスター1機を備えている。これらは2機の舵事と共にジョイスティックによってコントロールされている。なお、船内サービス用の電源としては、出力 893.75kW の種、発電機を3機搭載している。海底地形調査のため、船底には c b ーム m 2 1 2 0型マルチビーム、 音響促進機が設置された。これは1983年に海上保安庁の測量船、拓洋に搭載されて日本に導入されたものの同型機であるが、従来のムズは比較的長波長の1 2ヘルツが主流となっていたのに対し、本船の搭載機は世界で初めてより高周波で分解能が高い2 0ヘルツ帯となった。また、 国信海用精密音響促進機として 12kHz 帯のコングスベルグ社製 EA600 も搭載されているほか、必要に応じて A 公式サイドスキャンソーナーイザナギや深海 A 公式サイドスキャンソーナー和田みも運用可能である。反射砲探査に備えてエアガンコンプレッサー2機を装備している。受信用のストリーマーケーブルは標準的には48チャンネル1200メートルの ものが用いられるが、大気海洋研究所の海洋艇、地球物理学分野は288チャンネル1800メートルのケーブル及びウィンチを備えている。また地層探査装置として、シックウエスト射精のバシー2010も搭載されている。これは、規則的に3 5キロヘルツの音波を発信して、海底表層付近の地層を得るものである。2004年にジャンステックに移管された後も、 同機構の他の研究船とは異なる運航体系を取っている。白鳳丸は共同利用研究船として位置づけられ、その公開計画は全国の研究者を対象にした工房をもとに決定される。また、海洋研究所の観測研究企画室が研究者と海洋研究開発機構の中立ちとなって、公開を具体的に運営していくという体制を取っている。 観測研究企画室の職員は、大型機器の操作や保全、ルーチンデータの取得の補佐のために2、3名が乗船する。航海の際にしばしば必要になる。汎用機器は、海洋研究所から借り出して積み込むという形態が、しばしば取られる。航海の気候地・気候値間の期間は4、5週間程度で、あり、未来などと比較すると比較的短い。また、気候も4、5日取られることが多い。 公開名は、KHUX の形で、2桁の年度と1桁の公開時数により表記される。KH-93 から1とあれば1993年の一次公開を意味する。しばしば、HKUX と語記されるが、HK は、北海道区水産研究所の北光丸の略号である。ありがとうございます。